光は。不思議な光だったわ。すごい力を感じた。危険な気もするけど、光の正体を確かめたいわ。
丈夫。あなたは？私はローラントのアマゾネス、リースです。アストリアの宿で光が見えたから。そう、この際しょうがないわね。よし、あなたに決めた。何？ううん、こっちの話。ねえ、お願い、私をウェンデルの光の司祭様のところに連れて行って。私にはもうこれ以上飛ぶ力が残っていないの。私も行くところだから構わないけど、途中の滝の洞窟に結界があって通れないんです。それは私がいれば多分大丈夫。さあ急いで、マナの聖域に異変が起こっているの。マナの聖域？それは…アストリアの村の方、何が起こったの？急いで戻ってみましょう。私はあなたの中に入り込んで休ませてもらうね。しばらく姿が見えなくなるけど心配しないで。ほら、早くアストリアに行ってみましょう。あ、頭の中から声がする。早く。わかりました。ねえ、あなたはなんでウェンデルを目指しているの？光の司祭様にお目にかかって私を導いていただきたいのです。そう、いろいろと事情があるのね。お知らせしなければ。エンデルが危ない。Thank you.
生徒ウェンデルに行きたいんだが、滝の洞窟に入れないんだよ。あ、それでしたら。え、フェアリーが入れるようにしてくれるって？そういや、俺も森で光を見たが見失っちまって。なんだか面白いことになってきたぜ。あんたはなんでウェンデルに向かってるんだい？そうだ、そんなことがあったのか。俺か？俺はディラン、フォルセナのファイターだ。出番だぜ、しっかりな。ただいまより剣術大会若手部門1位決定戦を行う。両者前へ。お前なんかには負けねえぜ。やれるもんならやってみな。始め。ブルーザ、今日こそ決着をつけてやる。いく。ドラ。ジュワ。ジュリア。ドラ。ジュリア。ドラ。よし、このまま一気に型を作る。ああ、ま、まいった。そこまで。デュランの優勝だ。よくやったぞ。腕を上げたな、デュラン。草原の王国フォルセナの傭兵デュラン。父親は英雄王のかつての友人であり、黄金の騎士と称されるロキであったが、デュランが幼い頃に行方不明となり、親も病気で亡くしてからは叔母のステラのもとに妹のウェンディと共に引き取られた。父親の思い出はほとんどないものの、やはり血は争えず、剣術において若手の中では右に出る者がないほどの腕で、フォルセナ国の傭兵として英雄王に仕えるようになった。眠いな。もうすぐ交代が来るから、それまでの辛抱だ。俺はちょっくらもう一回りしてくるよ。パパ、どこに行くの？ドラゴン大使だよ。今度の敵は竜帝と呼ばれるドラゴン族の中でも最強のやつだ。だが大丈夫、リチャード王子と私なら必ず勝てる。デュラン、お前は男の子だ。妹のウェンディと母さんを頼むぞ。うん、行ってらっしゃい。シモを盗まない。ロキは私を助けようとして竜帝と差し違え、竜帝と共に底知れぬ穴に落ちていってしまった。私たちはその後1週間そこに留まって、
ロキの捜索を続けたのだが。そうですか。あの人は、ロキは最後まで黄金の騎士であり続けたんですね。彼もきっと本望だったと思います。シモーヌ、しっかり。ステラ姉さん。シモーヌ、どうしてこんなになるまで病気を放っておいたんだよ。私が病気だと知ったら、きっとロキは安心して戦いに行けなかったと思うの。私はあの人の足手まといにはなりたくなかった。バカだよ、あんたもロキも姉さん、子供たちを。安心しな、あんたの子供たちは私がちゃんと面倒を見てあげるよ。よかった。ありがとう。シモーヌ！いけねえ。うっかり寝ちまった。しっかりしろ。一体何があったんだ。あれは。なかなか勘の鋭いやつだ。何がおかしい。お前はこの城一番の剣士であることを誇りにしているようだ。だが自分の弱さを思い知るがいい。まだまだ子供だな。こんな奴を雇っている英雄王は大した王じゃなさそうだ。なんだと？国王陛下を悪く言うことは絶対に許さん。とどめだ。城内に侵入者がいるぞ！探せ！命拾いしたな。今日はこれで引き上げる。まあ、慌てなくてもこいつのような雑魚相手ならいつでもたやすく我らの占領下に置くことができるだろう。待て。昨夜城内に侵入した謎の魔導士によって警備についていた者たちがやられ、生き残ったのはデュラン一人。目撃者の話では赤いマントをつけていたという。噂に聞いたアルテナのグレンの魔導士に違いない。ではアルテナが不届きにも我がフォルセナにスパイを送り込んだというのか。許せん。向こうが攻めてくる前にこちらから全面攻撃を仕掛けようぞ。おう。まあ待て。敵がアルテナという確かな証拠があるわけではない。それになぜアルテナが我が国に対して攻撃をしてくるのかもまだ明らかになっていない。
昨夜誰にも気づかれずに城内に潜入し、あのデュランでさえもかなわなかった相手。今下手に動けば敵の罠にはまる危険性もある。まず城内の軍備を固めた上でアルテナの様子を調べるため、こちらからもスパイを送り込んでくれ。御意。アルテナ、断りの女王、なぜフォルセナに？少し街を歩いて頭を冷やそう。ここは占いの館じゃ。なんじゃ、ずいぶんとしけた面の客じゃの。なんだと。人の運命は 99% まであらかじめ決まっておる。じゃが残り 1% に未来があり夢がある。人はその 1% をこう呼ぶ、希望と。お主、何か悩み事を抱えておるのじゃろ。どれ、この占いババが占ってしんぜよ。うせえ。俺は占いなんか信じねえ。力だ。信じられるのは力だけなんだ。やいババ、どうすりゃ俺は強くなれるんだ。何するんだよこの乱暴者。そんなに強くなりたきゃ生徒ウェンデルへでも行きな。光の司祭ってのがクラスチェンジの方法を知ってるってさ。クラスチェンジ。ふん、あんたみたいなひよっこはひよこ戦士にでもクラスチェンジするんだね。
さあ、とっとと出てっておくれよ。クラスチェンジか。あの紅蓮の魔導士に勝つためなら何だってやるぜ。よし、一丁生徒ウェンデルまで行ってみるか。あの紅蓮の魔導士を許さない。何があっても必ず倒してやる。それまではここには帰れない。帰らない。同じブロンズソードだけど、こっちの剣と取り替えていきな。これは？あんたの父さんが若い頃に使っていた剣さ。ロキもこの剣で剣術大会に優勝したんだよ。決勝で英雄を破ってね。さあ行きな。ウェンディには私からちゃんと言っておくから、後のことは大丈夫。旅立つ前にお城によって王様に挨拶していきなさい。お待ちになってるよ。国王陛下が？ロキの息子ならきっと旅立とうとするはずだって。さすがだね。まあ私も伊達にあんたたちの母親代わりをしてたわけじゃないから、そうなるとは思ってたけどね。おばさん、ありがとう。きっと戻ってくるよ。立つのか、デュランよ。王様、私が不甲斐ないばかりむざむざと敵を逃がしてしまい誠に申し訳ありません。私はあの魔導士だけは許すことができないのです。生まれて初めて敗北を喫したばかりでなく、我が国王陛下を侮辱したあの魔導士を、私はあの魔導士に打ち勝つまではこの城には戻れません。そうか、わかった。気をつけて行くのだぞ。ありがとうございます。あいついい目になりおった。以前はプライドが高すぎて心配だったのだが、ロキの若い頃にそっくりだ。
グレンの魔導士め、俺は強くなる。誰よりも強くなってやる。そして必ず勝つ。グレンの魔導士に敗れ自信を失いかけたデュランであったが、いつの日かあの魔導士に打ち勝つため聖都ウェンデルへと旅立った。ウェンデルに行くところだから
一緒に行こう。まあ、よろしく頼むわ。もうせっかちね。ちょっと待ってて、今結界を解くから。来られるなんて、あなたはお強いのですね。俺はフォルセナのファイターだ。剣の腕には自信がある。この辺にいるザコモンスターには負けないぜ。心強いですね。ウェンデルまでよろしくお願いします。いい調子。
役に立てるよう頑張ります。おじいちゃんに頼まれてアストリアの方に調査に行くと聞いて、シャルロットはなぜか嫌な予感がしたのでございまち。大好きなヒースにもしものことがあっては大変と、ヒースの後を追いかけおじいちゃんに内緒で一人神殿を抜け出すシャルロット。しかし運命のいたずらか、やっとヒースに出会えたのに突如現れたヘンテコな親父がヒースをさらっていってしまったのでありました。メンデルに帰りたくても洞窟に入れなくて困っていたんですが、アンタさんが結界を解いてくれたおかげでようやく。ところが道を間違えて落っこちてしまいましたとさ。そこへ偶然アンタさんが、もう少し遅かったら今頃、なんてかわいそうなシャルロット、困ったわね。おいでお嬢ちゃん、私も光の司祭様に会いにウェンデルへ行くところだから送っていってあげるよ。なんだ、あんたさんうちのおじいちゃんに御用だったんでちか。じゃあシャルロットを助けてもバチは当たらんでちよ。こう見えてもシャルロットは光の司祭のお孫さんでちから。ま、でもここからだったらウェンデルは目と鼻の先でち、別にアンタさんの助けはいりません。そっちこそ迷子にならないように。ではでは、バイビー。あの子まだ小さいのに一人で大丈夫でしょうか。行きましょうか。これで、
デルに着きました。いよいよ光の司祭様にお目にかかれるんですね。緊張します。ここまで連れてきてくれてありがとう。ここまで連れてきてくれてありがとう。さあ、早く光の司祭様に会いに行きましょう。いらっしゃい。